Leonardo da Vinci wrote that. For once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return. I, Hiroshi Hayashi, just wonder why Leonardo wrote so. The answer is, however, seems to be quite simple, because Leonardo himself has been there and tasted his own flight. The evidence is in his painting, Mona Lisa. ダヴィンチはこう書き残しています。一度空を飛んだことがある人はね、地上を歩くときはいつも空を見上げるものだよ。だってね、そこへ行ったことがあるし、それにね、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよ、と。が、なぜこんなことをダ・ヴィンチは書いたのでしょうか、ということになりますが、その答えはとても簡単です。なぜなら、ダ・ヴィンチはそこへ行ったことがあり、空を飛ぶことを楽しんだからです。そしてその証拠が、あの名画、モナーリザの中に残っていました。広し林、浜松シティ、ジャパン。本題に入る前に、こんな興味深い事実もあります。モナーリザですね。このモナリザの向かって左側の端に数字らしきものが見えるのではないかと、竹さんという方が指摘してくださいました。この部分を明るくして、そして反転してみます。するとここに中央にですね、右の中央に5、数字の5のような文字が見えるというわけです。で、その5について竹さんがですね、私の動画を見て、これは火星を意味する語ではないかと指摘してくださいました。なるほど、語ですね。で、語が火星と関係あるかどうかですけども、ジュイッシュゲマトリア、つまりユダヤのゲマトリア、つまりユダヤの暗号数字によればですね、51というのは火星を意味します。左が11種ゲマトリアです。そして火星は51になります。51です。ここで5という数字が一致します。51ですね。ミケランジェロもこの11種ゲマトリアを使っています。中世のイタリアの画家たちも皆11種ゲマトリアを使っています。まあ、ともかくもここで5という数字が出てきます。で、これは偶然の一致なのかですけども、1が見当たりません。で、竹さんがおっしゃるには、その上にもまだ他に数字があるようだということなんですけども、上から1、これが1かなっていう感じで見てみます。これが1かなという感じで見てみます。まあ、モナリザの方には5という数字はありますが、1という数字は確定できませんでした。が、言い換えると、ここに1という数字があったとするならば、まさしく1500年後のイエスはここは火星ですよということを示したということになります。というような動画を2018年6月23日に発表しましたら、ワイルドスタイルカスタムズさんという方からこんな書き込みがありました。先生、5の下に1がありませんか。これは1ですよね、と。5という数字ははっきりしていますが、その下に1らしきものが
描かれているというのです。となるとその上は4、さらにその上は0ということになるのかもしれません。ワイルドスタイルカスタムさん、どうもありがとうございました。繰り返しになりますが、もしここに51という数字が あるならば、まさにビンゴビンゴビンゴということになります。では本題に入ります。モナリザを逆さまにしてみる、そのヒントはタケさんという方からいただきました。で、私はモナリザを逆さまにしてみました。その結果、大変なことが分かりました。つまりタケさんがおっしゃるにはですね、モナリザを逆さまにしてみると、遠くから階段状に水が流れて、手前の池あるいは湖の中に水が落ちていく様子に見えると、まあ、そのように書き込みをしてくださいました。で、それをヒントに私の方でモナリザを逆さまにしてみました。で、その前にこのモナリザの中にはさまざまな隠し絵、騙し絵が仕込まれています。例えばその一例ですけども、両方をこのようにくっつけてみますと左右がピタリと合うのが分かります。この丸をつけた部分に注意してください。やや色の風合いは違いますけども、絵としては左右がピタリと合います。図柄もピタリと合います。で、何かがあるということになりますが、この絵もまたですね、騙し絵、隠し絵であったということです。注意深くご覧ください。左右を貼り合わせてみるとピタリと合うということです。そしてその絵を上下反転してみます。で、見にくいのでモナリザの部分を切り抜きます。で、このようになります。そして火星の様子と比べてみます。火星にも太古の昔川があったらしいということが最近分かってきました。右が火星で撮られた写真です。これは川が流れていた跡と言われています。そしてその長さが数千キロあったと言われています。つまり火星には川があったということになります。右が実際の写真です。そのことをまず前提として皆さんに分かっていただきたいと思います。で、私の方でグリーンに着色してみました。その様子とモナリザの背景に描かれている様子が大変よく似ているのが分かります。左は上下反転してあります。で、そこに描かれているのはどうやら火星の風景ではないかというふうに私は判断しました。念のために火星にも太古の昔には川があったという論文が発表されていますので、ここに紹介しておきます。火星には数千キロにわたる川がかつてはあったと。そしてこのような地形がですね、現在の今も残っているということだそうです。ただこのブルーの色付けは後でなされたものと私林浩司は判断しています。まあ、こうした論文も発表されているということですね。そして火星、北半球は、まあ、海であったと、まあ、そういうことなんですね。まあ、そういった論文も発表されていますから、火星にも
太古の昔には川があったということになります。その地形を皆さんにご覧いただきます。つまり火星にも川があったということですけども、それは太古の昔ということになります。もちろんレオナルド・ダ・ヴィンチが知る由もなかった事実ということになりますけども、その川があのモナリザの中に描き込まれていたということになります。というようなことを言うと皆さんの中にはバカなというふうに思われる方も多いと思いますけども、それがどっこい、これがアイルワースのモナリザ、通称ヤングモナリザと言われている絵です。この絵の背景には火星の大地が描き込まれていました。そしてこのモナリザの向かって左側には火星に生える植物が描き込まれていました。その証拠と証明は続く動画の中でしますが、このモナリザも騙し絵です。一般には下半分は山と言われていますけども、山ではありません、崖です。光の方向が合いません。それで私林博士はこの今黄丸で囲んだ部分は崖と判断しました。となると上の赤い部分は大地ということになります。その大地には火星の様子が正確に、つまり写真のように正確に描き込まれていました。あるいは写し込まれていました。つまり右の下の方はですね、従来は山だと考えられていましたけども、これは山ではなく崖でした。そして向かって左側、奇妙な物体が描かれていますけども、これは上下線対称になっています。火星の多分水か何か液体のものがあったんでしょう。そこに映る火星の樹木ということになります。この赤い枠で囲った部分に注意してください。上半分が火星の樹木、そしてそれが下半分に反射しているということになります。で、もう一度火星を皆さんにご覧いただきます。火星はこのような、このようなですね、にはですね、このような崖が至るところで見られるそうです。これは実際に NASA が公表した火星の様子の写真です。火星の様子を示した写真です。このような大地が火星に広がっているということになります。これは NASA が撮ってきた写真です。そして右半分はアイルワース、ヤングモナリザの中に描き込まれていた私林博士が火星の大地と判断する絵、もしくは写真ということになります。比較してみてください。目を少し細めていただくとそれがよくわかります。なお、アイルワースのモナリザの中に描かれている横線は、これは布キャンバスに描かれた横線と私林博士は判断していますので、横線は無視してください。つまりダ・ヴィンチは火星へ行っていたという、これが動かぬ証拠ということになります。そこでモナリザの絵に戻ります。モナリザです。この絵をよく見てください。背景をよく見てください。どうもおかしいですね。今その部分を切り抜いてみましたけども、この赤い丸で囲った部分に注意してください。遠方にあるはずなのに大きく、そして下の赤い丸に注意してください。近くにあるはずなのに遠方に描かれています。つまり遠近感がちぐはぐだということですね。ここが一つのポイントになりますから、皆さん自身の目で確認してください。上は遠方にあるはずなのに大きく描かれ、下の丸は近くにあるはずなのに遠方のように描かれています。そして今度は道らしきラインに注意してください。この赤い丸で囲んだ部分です。遠くへ行けば行くほど
道が太くなっているのがわかります。手前の方が道が細くて、遠くへ行けば行くほど道が太くなっています。つまりここでも遠近が逆になっていることがわかります。つまりこの絵背景はですね、上下逆さまであると私林浩司は判断しました。つまりアップサイドダウンだということです。で、上下逆さまにしてみました。こうしますと先ほどの矛盾が解消します。遠くの方が山が小さく、そして遠くの方が道が細くなっています。この黄色い丸で囲った部分に注意してください。そして下の方に湖もしくは池のようなものがあって、その上を下からもやのようなものが取り囲んでいます。つまりモナリザの背景の絵はですね、上下逆さまであると私林浩司は判断しました。で、他の部分から切り抜いて貼り付けてみました。正確ではありませんけども、雰囲気はこれで分かっていただけると思います。つまり遠くが赤茶けた大地であり、手前の方が、まあ、水もしくは何か液体の海、川、池ということになります。で、火星にはこのような川が流れた跡が現在の今も残っています。その雰囲気がですね、まあ、今丸で囲んだ部分と似ているということです。で、もう一度逆さまにした絵を見てください。中心部を見てください。で、この部分を拡大してみますと、遠くから道が走っていて、そして手前の谷のところに続いています。そしてそこからは川が流れていて、その波が手前へ近づけば近づくほど大きくなっているのがわかります。ここが今日の最大の、つまり最も重要なポイントですから、もう一度繰り返してみます。絵を貼り合わせてみました。この景色は火星の景色ではないでしょうか。遠くには火星の大地が見えます。右は火星探査機が撮ってきた写真ですけども、色が一致します。そして手前には赤茶けた大地が広がっています。空が暗いのは要するに日没後の火星であるということではないでしょうか。そして手前は火星に川がありし頃の風景ということになります。で、結論ということになります。モナリザです。ヤングモナリザの背景には火星が描かれていました。同じようにモナリザの背景にも火星が描かれていると私林浩司は判断しました。左右をつなげてみますとピタリと一致します。やや色は違いますけども、ラインに注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通してモナリザの絵の背景に火星を描き込んだということになります。そして遠く遠方の大地は赤茶けています。そして手前の方は波がだん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 大きくなり、そして湖、池、あるいは海へとつながっています。つまりこのモナリザの背景に描かれていたのは火星であると私林浩司は判断しました。で、もう一度火星の大地と比較してみてください。かつて太古の昔には火星には川が流れていたそうです。そしてそれが現在の今も火星上空から撮られた写真によって確認されているということですね。がしかし1500年後のイエスといえども、ルネサンスの時代に現れたイエスといえども、そんな事実を知る由もなかったイコールなぜ知っていたか、つまり
1500年後のイエスイコール、つまりはエイリアンであったということになります。で、今右下のグリーンの部分は私が着色してみました。全く同じ写真を探すということは不可能かと思われますけども、まあ、似ている写真をこのように拾い上げてですね、そして皆さんに今ご覧いただいています。つまりモナリザの背景に描かれていたのは火星ということになります。英語ではマーズと言います。モナリザ、これもある種のアナグラム、文字遊びということになります。モナリザ、4つの文字を集めるとマーズとなります。イタリア在住の協力者のニコさんに聞きましたら、イタリアでは L も R もほとんど同じであると、発音はですね、がしかし R の方がやや強いと、ということだそうです。つまりマーズ、火星をもじってモナリザという名前が生まれたと私林博士は判断しています。つまりモナリザのモデルは火星そのものであったということになります。1500年後のイエスの一流のユーモアということになるのではないでしょうか。最後に一枚おまけ、これは火星上空で撮られた太古の太古の昔の川の英語風に言えば化石ということになります。この赤い丸で囲んだ部分に注意してください。拡大してみます。ここに奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。左に今ご覧いただいているのがそれを拡大したものです。川の化石の上にこのようなものがあることが分かりました。よく見ると赤と白に着色されているのが分かります。おそらく NASA もですね、これに気づかずそのまま公表してしまったものと思われます。続く動画の中ではレオナルド・ダ・ヴィンチは火星へ行っていたというその証拠と証明を皆さんにご覧いただきます。 Bye for now。Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you humans will know what I was. And then you humans will know where you are from and what you are. You humans...are my sons and daughters of God. いつの日か君たち人間はこの事実を暴くだろう。そして君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たち人間は君たちが何であるか、そして君たち人間がどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり、そして娘なんだよと。広瀬林、浜松セリージャパン。
Someday you will reveal this fact. Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans, you are the sons of daughters of gods. This is the message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神々の息子であり娘なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイルワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまりこれは火星に生えている樹木ということになります。そしてアイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはその火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイルワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は、火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で1500年後のイエスは、ルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神々の息子であり娘なんだよ。まあこのように比較してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。The term oopart or autoplace artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists?
The term is used to discover a wide variety of objects from anomalies studied by mainstream science and pseudoecology far outside the mainstream to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video?オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか。その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエセ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にあるインチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広志林、浜松市、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は大阪の長持山古墳から明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在この銅鏡はマサチューセッツ州のバスタンミュージアムファインアーツに所蔵されています。この銅鏡には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、シベリア大陸の方には、川、あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この銅鏡の中で、特に色の濃い部分は、海氷もしくは氷、雪と考えられます。それを除きますと、このように北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、この銅鏡の上の地図はですね、真上から見たときに、地球の写真と一致するということです。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさに、あってはならないオーパーツということになります。もう、この、事実を発見して、私、林浩司が発見して、すでに3年以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある、弥勒菩薩半跏思惟像です。中宮寺です。この中宮寺には、弥勒菩薩半跏思惟像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして2つを重ね合わせてみますと、細部に至るまで同じです。ただし、鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし、首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄せ木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんはどのようにお考えになりますか。ただ単なる偶然、あるいはオーパーツとして片付けてしまいますか。ついでですが、法隆寺にはこんな奇妙な像も残っています。私、林浩司が2012年に法隆寺の所蔵目録の中から発見したものです。目録には侍像と表記されていましたが、その顔はシュメールのイナンナ
つまりイナンナ・イシュタールの顔と一致しました。いろいろ考えられますが、例えばシュメールから日本の法隆寺にこの像がもたらされたとも考えられますが、法隆寺のこの侍像なる像は正座しています。正座する習慣を持つ民族は世界でもそれほど多くはありません。つまり大変珍しいということです。これらの像を皆さん自身の目で比較してみてください。こんな像が日本の法隆寺にあること自体が、まあ、まさにありえないということになります。皆さん自身の目で確認していただきたいと思います。この像の目は側面についています。そして細長く吊り上がっています。頭の上にも何かがあるように見えます。そして口は大きく裂け左右に広がっています。首も太く、まあ、これを違うという方が無理ということになるのではないでしょうか。つまりこのような像が日本の法隆寺に残っているということです。これもまさに大パーツということになるのではないでしょうか。なお大変興味深いことに、この法隆寺の侍像と同じ顔の像が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵の左下のところに描かれているということです。偶然の一致ということにもなりますが、しかしそれだけではどうも片付けられない大きなと言いますか、巨大な謎がその向こうに秘められているように私林浩司は考えています。皆さんに見ていただきたいのは、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には、火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さはわかりませんが、相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ・キュリオシティ・ローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、まあ、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で、
1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代にレオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイルワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分たがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに、大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度、NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そして、ホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は、このホームページにアクセスして、直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあこれが植物であるというためには、まだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林博士が発見した大パーツを紹介しました。Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！博士林、浜松シティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということに
なります。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナリザを見ていただきます。このアイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまりここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そしてこの崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。アイル・ワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？この辺りには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイル・ワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形でアイル・ワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのがわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。
皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく写真であると私、林博士は判断しました。つまり写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろん、この地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスは、そうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで、この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て非なるという感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが、分かってきました。一説によれば、サボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そして、この写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけでありませんけども、植物と考えられます。まあ一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。
注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所はここに皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中にはすでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。そして最近、つまり2017年になってからですけども、私、林博士はこんな興味深い写真を手に入れることができました。NASA のマーズ・エクスプロレーション・ローバー計画の中で撮られた写真です。その写真の一枚にこんな写真がありました。この下の部分に注意してください。これはどうやら水海のようです。つまり火星には水の溜まった湖があるというのです。これは池なのでしょうか？それとも何か別のものなのでしょうか？この池のような場所の周りに点々と樹木らしいものが生えている点に注意してください。この水色の着色は私の方でしたのではなくて別のサイトがしたものです。で、この辺りにどうやら水の反射像が映っているようにも見えます。確定はできません。確認はできません。そしてその周りにはこのような樹木らしい、まあ、まさに樹木といって良いような植物が生息しているのが分かりました。高さは相当高いものと言われています。一説によると200メートルから300メートルあるのではないかと言われています。こんな樹木が、まあ、生えているわけですね。それが先ほどお見せしました樹木ということになりますが、この樹木のそばに実は湖らしきものがあったということになります。その湖の周辺で、あれは湖とも断言していいと思いますけども、その周辺でこのような樹木が見つかったということです。つまりこのような樹木がその水面といいますか、湖の水面に反射してちょうど、まあ、中央ラインでですね、線対称の図形を作っていると私、林博士は考えています。この、まあ、中央部ですね、これはあの反射像なのか、それとも土砂のようなものが流れ込んだのかはこれだけでは判別できません。まあ、ともかくも私はこのような湖がですね、火星にあるということを知りました。そして湖があるならば、右のようにですね、上半分の像が下半分にちょうど、まあ、反転した形で反射していても何らおかしくないということになります。そしてそれがアイルワースの、まあ、絵の中に描き込まれていたということになります。ですから上半分は輪郭がはっきりし、下半分はぼんやりとしています。そしてアイルワースのモナリザのこの奇妙な物体の下半分には、大きく拡大してみると分かりますけれども、細かいさざ波のようなものが描かれています。つまり
アイルバースのモナリザの下半分の絵は、これは反射像ということになります。by 林浩説です。この白い線が、この線対称のラインということになります。下半分がですね、輪郭がややぼやけている点に注意してください。つまり、このアイルバースのモナリザの背景に描かれているこの奇妙な物体は、火星に入る植物であり、下半分はその反射像ということになります。というふうに私、林浩は判断しました。つまり、このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代に現れて、私たち後世の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を暴く時が来るだろう。その時君たち人間は私の正体を知るところとなるだろう。そして同時に君たち人間が何であるかを知るところになるだろうと。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。左がアイルワース、右が、火星の実際の風景写真です。つまり、このような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって、1500年後のイエスは、私たちにメッセージを残したということになります。つまり、いつか、君たち人間は、この絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ, after 1500 years.According to Wikipedia, it writes about Aylward's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今、皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って
地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、このあたりに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の斜半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。大体こんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしい、イコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに、美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。
右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルバースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイル・ワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということです。が、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように、精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部、写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩司は同じと判断しました。いかがでしょうか？続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.